皆さんお疲れ様です。ちょっと鼻声なんですけど、もう自分ですね、ここ何年も、風邪じゃないですけど鼻水ね、鼻づまり、くしゃみ、もうここですね、もう鼻炎ですかね、もう病院には行ってないんですけど悩まされて、ティッシュをよく使うんですね、もう手放せないというか。それでつい最近ちょっともう薬飲もうかなと、病院は行きたくないし、でもう安いのないかなと思ってアマゾンでもうパブロン買ったんですよ。聞いたことあるな、こんな薬と思って、昔からあるしと思って、たら割と30分ぐらいで効くなと思ってですね、あ、自分でもと思って、で2つ飲んだんですよ。これ2つって書いてあるんですね、2カプセルって書いてあって、でちょっと眠たくなる、あ、これまずいなと思って、1つで十分、まあひどい時は2つでしょうけど、まあ2つ飲まなくても1個で十分いけるなと思って、で安上がりにティッシュがもう山になるんですよね、動こう鼻が出だすとひどくて、まあ病院行ってね薬もらった方がいいんでしょうけど、仕事とかもう忙しくてね、もう時間ないわけよ。でパブロンを調べてアマゾンで買ったんですけど、880円ぐらいだったかな。ああ、もう今薬が買えるから便利な世の中になったなと思って、でまあ買い行くよりね安いし、でこれが24個やったかなだと思うんですよ。で48個も、あ、24ですね、カプセルで、これの倍があって、たら1400円ぐらいで買えるんですね。で鼻づまりの人ってやっぱ多いと思うんですね、やっぱりこう年齢がちょっといってて、うちの父がねもう50代やったかな、もう鼻が60代ぐらいで、鼻がもう鼻炎で1年中で蓄膿の手術もしたらしいんですよ。やっぱね同じようなことがあるのかなと思って、で自分はもうすぐにもうちょっとこうなんとかそこを乗り越えていきたいんで、多分67、今全然鼻は父は出てないんですけど、高齢になって止まるんでしょうけど、まあこういった薬をね、鼻づまりで苦しんでる方があったらね、買えるんで、でパブロンでちょっとやってみたりしたらいいんじゃないかなと、いくつかあると思うんですんで、まだねお金あんまりかけるのもあれでしょうから、まあこういったのを狙っていったらいいかなと思って思うんですけどね、もう大変ですもんね鼻はね。今ももう今ちょっとまだひどいですよ。で今薬飲んだんですね。で薬はこんな感じで、これですね。で2つ飲もうかな。もうなんかきつくなってきたら2つ飲んだがいいのかなって。1回しか飲んでないですよ。でも1つカプセルで十分いけたんで。で結構持つんですよね。1日2回って書いてありますもんね。まああんまり薬飲むとね効かなくなるとかちょっと怖いですね、自分としては。まあ止まらないかなと思って、本当はね病院行った方がいいんでしょうけどね、薬安いんじゃないかな、買うよりな。まあこういう市販にあるよということで、パブロンちょっとねいいよということでちょっと紹介してみようと思って、ちょっとこんな日常をね戦ってるのを記録しとこうかなと思って、ありがとうございました。いやちょっと大変ですよ、鼻がね出る人はねティッシュの山ですよ。ありがとうございます。